こんにちは。チームヘルシーチョコレートのゆかから詳細ビデオアップデートです。今日は、こちら MXI コーポレーションの、創立者でもありますジャネット・ブルックスさんについてお話をさせていただきます。ジャネットさんは、こちらの、言語病理学の学士号を持っていらっしゃる方で、そして、教育行政の修士号も持っていらっしゃったりするんですね。で、彼女は、ユリカフードコーポレーション、こちらの方ミシガンで、成功的に、創立されたという方なんですけれども、こちらのユリカフードコーポレーションっていうのは、モーティーレベルマーケティング MLM の、会社で、こちら1982年、4万人のディストリビューターの方を、作られたという素晴らしい成功されている会社です。ジャネットさんはさらに、フィネックスインターナショナルコーポレーション、そちらの方を、ネバダで1988年に創立をされていたり、それからピュアデライト、ピュアデライトプロダクト、こちらの方を、低い、チョコレートの会社なんですけども、こちら、300ミリオンですから、こちらの方ですね、そう、30億の、売り上げをこちら、2000年の4月に、創立、実績があったり、するようですね。それから、MXI コーポレーション、こちらの方は2005年にヘルシーチョコレートの会社として、創立をされております。ジャネット・ブルックさんが、こちら書斎の、背後に、スピリットとして、活躍されている方の一人だったりします。ネットワークマーケティングはビジネスの副社というのが元になっております。 MXI コーポレーションはこちらを皆様に先駆けてリードさせていただいている会社です。